パトッキ、エスパレスインミドザーゼックパデラスキーウォールドチャペル、クルツェナリヴールブリン県は、ポーランド東部の県である。県とはルブリン、ウクライナ、ベラルーシと接していて、国内では、ポドラシェ県、マゾフシェ県、シフエンティクシシュ県、ポトカルパチェ県と接している。1九9八年の地方行政区画再編に、伴い、キュールブリン県、ヘウム県、ザモシチ県、ビャワポドラスカ県、 そして、タルノブジェク県の一部と、同じく、シェドリュセ県の一部を合わせて成立した、県名のルブリンはこの地域の伝統的交渉、ビスワカハンのルネサンス様式の街、ポーランドで最も美しい街の一つとされる、芸術家や文人が多く住み、観光客で賑わう、公式サイトあり、ルブリン県の県と、1569年この地で、ポーランド王国とリトアニア大公国が、 連邦国家となる決定をした、中世のままの佇まいを残す、旧市街と巨大なルブリン城が美しい。町の西方の郊外には、ナウェンチュフというスパがあり、ここで採取される、ナウェンチョブヤンカというブランドのミネラルウォーターは、名水として全国的に有名。町の東方の郊外には、ナチスドイツによって作られた、マイラネク強制収容所跡があり、国立博物館となっている。 ルブリン氏公式サイトあり、現在は工業都市であるが、18世紀には大貴族であるチャルトルイスキ家によって、ポーランドの文化芸術の一大中心地となったチャルトルイスキ宮殿、マリンスカ宮殿、シビュラなどがある、執行式サイト、プアビ情報サイトあり、後期ルネサンス様式の旧市街は、ユネスコの世界遺産に登録されている、執行式サイト、観光サイトあり、 プレイセズインルベルスキーホームページありがとうございます。